意味がわかると怖い話、お母さん、日家です。それではどうぞ。AV レンタルしようと AV コーナーに入って物色してたら、小さな4歳ぐらいの男の子が一人で入ってきた。どうやらお母さんを探してるらしく、何度もお母さん、どこを？と言っていた。いやいや、お母さんはここのコーナーにはいないだろ、と思っていた俺は、子供に気にせず物色再開。何分かしてもまだその子の気配はあったので、いい加減に教育にも良くないだろと思い、退出させようとその子の方を見たら、なんと人妻コーナーのある DVD を手に取って見ていた。おいおい、裏パッケージ思いっきり似てるし大丈夫かよあの子。あまりにも堂々としていたので躊躇してしまった俺。そして裏パッケージを見ていたその子が、聞こえるか聞こえないかぐらいの声でぼそっと一言つぶやいた。お母さん、みっけ。それでは解説です。お母さんは何に出演していたのでしょう。それではまた。